このジムを閉めることになりました。耳は聞こえていませんが問題はないです。もういいんじゃないの。プロになってそれだけですごいことなんだから。恵子ごめんな。選手がボクシングをする理由は何だと思いますか。それは何だろうな。